まずはじめにグレートムタ選手の代理人である武藤選手、新助選手を隣にした今のお気持ちお願いいたします。武藤刑事の言葉としてまず、新助中村、アメリカのタイトなスケジュールの中、1月1日日本武道館に、来日して試合をしてくれてありがとう。俺が思うに、グレートムタも新助中村も、時代は違えど、共に、新日本プロレスストロングスタイルで生まれ育ち、そこを飛び出して、大会に出て荒波に揉まれて培ったこの世界観、今回の戦いはこの世界観と世界観のぶつかり合い、多分他のレスラーたちでは描けないようなこのアート、芸術的な最高な戦いになるような予感がします。グレートムタ生まれて三十数年経ちますが、過去にはアントニオ猪木、ハルク・ホーガン、スティング、フレア、スティーブ・オースティン、そうそうたる世界のトップと戦ってきました。その歴史のページに新たにこの新助中村の名前が刻まれることを非常に喜んでおります。当日、武藤刑事からグレートムタ葉っぱかけますので、かけておきますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。続いて新助選手、今のお気持ちをお願いいたします。そうですね、まず、最初に、武藤選手、そしてプロレスリングノア、そしてこの試合を、ね、その実現可能にしてくれたWWE に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そして今武藤選手が、ね、おっしゃった言葉の一つ一つが、自分にとってはこれ以上ないなんですかね、誉れというか、はい、未だ自分の中では夢の中にいるようです、はい、このありえない状況というかですかね、この2022年この激闘の時代に決定し、そして2023年1月1日元日に、はい、実現するという未だ震えてます、はい、たぎってますマジで、はい。まあ、だからなんだろうな、楽しみだけじゃないんですけれども、なんだろうな、本当にこの神がかった状況を味わい尽くしたいなっていう気持ちが、はい、今は非常に高ぶっております。